船木正和です。今回は船木正和が立ち技オンリーの試合を行うとどうなるのかについてお話ししてみたいと思います。これはあくまでも自分がその25歳頃ですね、一番その肉体的に一番いい時代に、例えばその K-1 に出てたらどうなっただろうかっていう、そうたらればの話になるんですけども、実際、そんな話もありました。正直パンクラスを作る前ですね、ちょうど藤原組をその辞めて、パンクラスを作る作らないの話があった時にですね、K-1 に出てみないかという話が実際ありました。シャムロックにもあったみたいです。なのでその時出てたらどうなってたかという話になるんですけども、今思えば、いろんなその知識があって、こうしたいああしたいとかってあると思うんですけども、当時はやっぱりそのレスリングと、あとボクシングですか、あとはムエタイのジム通ったりとかしてましたけども、全部が発展途上中というか、なかなか全てがその、一流並みにできてなかったと思いますので、やっぱり中途半端なそのキックボクシングで、相手のプロフェッショナル の, そのキックボクサーもう最初からキックボクシングだけをやってた人の中にその入っていて試合をしてたっていうことになりますので、やっぱり勝てないと思いますね。なので、その中でもどうやってその自分なりに活路を見出すかと考えたらば、やっぱり昔ですね、新日本プロレスの若手の時代にその、初代タイガーマスクの佐山さんがやったそのマーシャルアーツの試合ですね、キックボクシングなんですけども、それと同じような形でおそらくタックル入ったりとか、あとうまくいったらその投げたりとかですね、そういったことはおそらくやったと思います。で、自然にそのタックルで組みついてしまうシーンもたくさんあったと思います。あとはやっぱり立ち技に関して言えば、ラッキーパンチ、ラッキーキックというそのたまたま当たって倒れるっていう、そういうシチュエーションがありますので、それを狙うしかその勝つ手段はなかったと思いますね。実際、自分がその本格的にですね、そのキックの道場に、通ったのが39歳ですね、復帰してからなんですけども、そこからもう本格的にずっとその前田健作さんのドラゴン道場にですね、週に3回、多い時で4回ですかね、通って、その練習生と一緒にそのトレーニングをしたんですけども、やっぱり当時は、ヘビー級のですね、京太郎選手、今ボクシングボクサーになったんですけども、京太郎選手とか、あと沢屋敷選手なんかもヘビー級がその三遊にいましたので、自分の相手をしてくれるその選手たちもいたんですね。なのでその人たちとそのヘッドギアはつけてるんですけども、ヘッドギアつけて、ガチスパーって言うんですけどね、ドラゴン道場特有のそのガチスパーをですね、3分2ラウンドだけやるんですけども、もう狭い道場自体が狭いので逃げれないですね。もうフットワーク使えないので、とにかくその打ち合うしかないです。なので、もう思いっきりそのヘッドギア越しにヘビー級のパンチをですね、こう受けたとか、ほんで、たまにもうスタミナが切れてしまって、もう39歳ですから、1ラウンド目のもう本当半分ぐらいでもう正直もうスタミナ切れちゃうんですね。なのでそこから先はどうやってそのパンチに耐えるか、それだけですね。あと残りの、4分半そうやってその何回か倒されてるとかもしましたので、やっぱりその最初からキックボクシングだけをやってた人っていうのはですね、やっぱりその体の作りから全く違いますので、途中から入ってきた人間が来たりなんかしても、やっぱり全然その差が全然空いてて、軽くこうあしらえるぐらいのその実力差がもあると思いますので、基本
最初からそれをずっとやってた人と途中からそのやって、まあ、2ヶ月3ヶ月とか、まあ、1年とか2年とかやった人に比べるとやっぱり差がありますので、よっぽどのことがない限りは勝てないと思います。まあ歴史がそれも証明してますけども。で、まあ自分はもうそういう形でおそらくですけども、その25歳の時であれその K-1 に出てたらおそらく倒されてたんだろう。まあ 1% でも確率があるとすればそのラッキーパンチがですね、当たって1回ぐらいダウン取れたかなとか、そんな感じだったと思います。でやっぱりそのまあでも魅力があるですね、その違う畑の人間同士がその戦うってことですね。例えばボクシングとキックがその試合したりとか、レスリングとその柔道が試合したりとかですね、そういうのってすごくなんか夢の対決、もろ夢の対決なので、やっぱりそのそこのトップ同士が戦うってなったらすごく魅力もありますし、みんなどっちが強いんだろう、どれが何が強いんだろう、そういうのはやっぱりその一般の人たちみんな思ってますので、一番魅力のあるのがやっぱりその異種格闘技だと思うんですね。異種格闘技同士が戦うの。ただ異種格闘技同士がその戦う時には必ず問題になってくるのがやっぱりルールなので、どちらのルールに合わせるか。まあ一番いいのはキックの選手がボクシングに合わせるか、ボクシングの選手がキックに合わせるのか。でそれが一番、まあ実現しやすいと思うんですけども、まあ半分半分いいところを取って、まあ、1ラウンド目キック2ラウンド目ボクシング、そういうルールを作った試合もあったと思います。なのでまあどっちともそのやっぱりこの看板がありますので、負けたらおそらくそのキックが弱いとかボクシングが弱いと、そういうふうにこうなる。おそらく自分がそのずっと小さい頃若い頃から背負ってやってきたプライドをかけてですね、その出るわけですから、やっぱりどっちとも負けたくないですね。で それに関するその関係者もみんなどっちとも負けてほしくないと思いながらそのやるわけなので、なかなかその実現は難しいと思います。なのでやっぱりその、まあ、一番、昔有名なところから行くとやっぱり猪木アリ戦ですね。猪木さんのそのモハメドアリ、当時のヘビー級チャンピオンボクシングのモハメドアリと試合するときにどういうルールにするのか。まあ当初最初は、アリ側は、エキシビジョンマッチだということで、それでこう呼ばれて、で記者会見を受けてるうちになんか実はこれ本気でやる試合になってしまったみたいな感じで、でそこからどんどんその日本に来てからルールを制限して、で最終的に猪木さんはほとんど床に寝ていなければいけない、戦えないぐらいのその状況になってしまったと。でいうことはおそらく何でもあるルールでいくと、もしかしたら猪木さんが勝ってたかもしれないです。実際にその何ラウンド目かで、マーミダリ選手を捕まえて、床に倒して肘打ち一発入れてですね、なのでそのままその攻撃をずっと続けていれば、上からもうどんどん肘打ちなんか入れて、おそらく腕決めたりとかですねして、おそらく猪木さんが勝ってたと思いますので、まあ、そういったことも含めてアリ側がこれは危険だということで、ああいうふうなルールにして、それで試合を成立した。それでも試合を成立させたことはすごいなと思いますし、あとは何をしてくれるか分からない、それでも裏切って何をしてくるか分からない猪木さんと最後までフルラウンドで戦ったモハメド・アリ選手はすごいと思います。それから、自分のその自分のこの歴史の中でのそういう格闘技戦の中ではやっぱり一番思い起こすのはやっぱりそのヒクソンですね。ヒクソン・グレイシー選手との戦いなんですけども、時も 何点かそのルールがですね、しっかりと決まらない、ことがありまして、肘打ちとあとその続きですね、続きの攻撃をどうするか、あとはそのラウンドをどうするのかとかですね、その辺でちょっとこう揉めました。で、まあ、自分は、まあ、もう制限ありの試合で勝った負けたとかいうよりもは、やっぱりその世界最強の男と戦うんであればもう本当にもう何でもありと、どうせだったらもうファールカップつけてるんで、金的ありでもいい、もう目つぶし噛みつき以外は何でも OK にしたらどうですかって言ってたんですけども、やっぱりその
そこまでの試合はやっぱりしたくないと、テレビ中継もしますので、やっぱりそのヒクソン選手はやっぱりどうしてもそのスポーツリングの中でしっかりとそのルールがあった、その中でギリギリの試合がしたいということで、続きと肘打ちはなしということになって、それで試合になったんですけども、それでも、今思い起こせばですね、やっぱり、ああいう、もう本当のもう格闘技ですよね、バリトゥードっていうその、いろんな異種格闘技の選手と戦ってきた、小さい頃から戦ってきたそのヒクソン選手のキャリアと、あとはその自分が、持ってた15歳から新日本プロレスの道場でのスパーリングの経験、それからパンクラスで、ルールの中で戦った5年7年ですね、そのぐらいの経験からすると、やっぱりヒクソン選手に全然追いついてなかったと未だに思いますね。なのでもしかしたらラッキーパンチですね、で一発入った、たまたま突き放そうと思ってたまたま叩いた何気ないパンチが目に入って眼下で骨折したんですけども、それが最大のチャンスだったのかもしれません、試合の中で。あとは終始、ヒクソン選手は冷静に戦ってたと思います。そのぐらい実力の差はあったと思います。以上です。今回は、船木正勝が立ち技オンリーの試合を行ったらどうなるのかについてお話してみました。ご視聴ありがとうございます。